で。おお、ね、かっこいい。あった、そうかそうか、あれで、あれで持つところがジャイロですね。明らかにあれはどう見ても、どう見ても俺じゃリカバリできないね。さっきの二軸ジャイロが積まれてます、エルロンとラダーですよね、はい、これで誰でもあのタル型ロールが平気でできちゃいます。すごい。それでしかも二軸で RC1 を駆動して十分に応答速度が足りていますと。おお、平気で立ててますね。おお、元さんかなり修行を積んだようです。すごい。この操作がまさかこのエルロンを全く操作しないで、実はここだけでやってると。エルロンか、エルロンだけ操作していて、ラダーはラダーは扱っていないけれど、こういうことができちゃってるわけですね。だから傾く角度がさ、割と落ち着いてやってくれるから。そうですね、うん、巻き込まないっていうか、あ、いいですよね。若干あの降下していっちゃうのはね、機体のあれかもしれないけれど、うん、もう電池がないかな。このままでおいた、行きましたね。ただ、もう非常にあのスロットルが低い。これがブラシレスのバックリッチュですね。ガタ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 。安定しちゃうといいですが、最初の軌道がこう。周りはいいですね。ただ起動時がこんな感じになる。おお、なんか起動が。起動が、まあこれ今ちょっとわざとギリギリの起動するかしないかのところ。こうなるわけですね。これ分かりやすい。でまあやるとしたら結構強めにピュアッと回しちゃって、こう一旦回しといて、反動つけておいて。惜しい。おお、でシュパッと開くと、で開いて、とりあえず地上滑降だけはかっこいい。それであと、まあ、考えてみようか。まだ電池がないからね。